するする。今一応ね、とりあえず全部 R は作り終わったんで、これをちょっとカットして丸い R ができるようにやっていきます。防水の下地なんで、そこの上にくっつくボンドじゃないとダメなので、このタイルメントさんの2液のボンドですね、これを混ぜ混ぜして貼っていきます。よいしょ。最初からここで混ぜればよかったな、無駄なことしちゃった。吸盤忘れた。あ、電話。もしもし。うん。よし。これは大理石ですね、うん、おシャワーだから水がこっち行かないように水をせき止めるために。ああそういうこと。でこう丸くね加工したから足引っかかっても大丈夫ね。タイルの上に大理石をボンドで貼る。そう、色合い的にこれ黒い大理石が良かった、白目立っちゃう。確かに、なんか思ったより薄まっちゃうまあここにね芝来るから人工芝。ああ。そうするとどうだろう、みんなこうつまずかないでパッと白い方が目につくから。確かにそうやってみないと分かんないね。うん、全部完成した時どうなるか。よし、ね、
なこれ普通ね棒とかでこうやって混ぜるんだろうけど、なんか自分は昔からコテでやってるからコテの方がやりやすいですね。絶対棒の方がいいよってみんな言ってるんだろうけど、大体今度ってみんな点付けで入るんだろうけどね、一色締めで全面だとすっげえボンド来るから、周りがぐるっと外周塗って真ん中ちょろんみたいな、そんな感じでやってるけどね、なんか点付けかけたらちょっと心配で。このタイルの柄も良くないですか。これめちゃくちゃもうこだわってサンプルいろいろ取り寄せたんだけど、これは理想により近いというか、コンクリート調かちょっとコテのこう塗った感じというか、こうあの色のこう白っぽいとことグレーっぽいとことコントラストのやつを探してて、まさにもうこれだなと思いましたね。大村っていう会社のタイルですね。今回ね、屋上があるということ自体もね、うちの従業員さんたちがサプライズにしてるんで、このね、3階のゾーンはね、まあ、これから何になるか、福利厚生じゃないけど、家族を連れてきたりとか、癒しの空間だったり、そういったものになったらいいなっていう思いがこもってて、今日もね、日曜日でみんなね、現場で頑張って働いてくれてるから、自分にできることをやろうかなという感じですよ。よし、うわ、驚くリアクションがね、楽しみですね。喜んでくれたらいいね。よし、黒持ってって、ね、黒でも真っ黒っていう感じがないからな、タイロンの黒も。です。無事ね、目地が集め終わりました。ちなみに色はね、灰色なんですけど、今詰めたばっかりなんで。ちょっと濃いですけどね、これがまた乾いたらタイルに近い感じの色になるかなと思って灰色にしました。あとはここに家具とかを置いてどんなイメージになるかお楽しみですね。ここも白ベージュと濃いグレーのベージュつけて、こんな感じです。あとはお楽しみに。じゃあ行きます。せー